いや、まずこうヒルクライムさんからあの声がかかるっていうこともえっていう感じですごいびっくりしてあのサウンドにまず私がどうやって入ったらうまくいくのかっていうのがもう全然考えても全然こう想像できなくて、まずそこに対しての不安もあったし、で楽曲を聴いてまた楽曲も良かったからさらにこれに自分が入ってそれがぶち壊しになるんじゃないかっていう不安の方がちょっと多かったですね。まあ、逆に僕は期待しかなかったというか、ヒルクライム自体があんまりそのフィーチャリングをほとんどしてないというか、そこで、まあ今回の曲は女性と歌うっていう時に、中曽根さんにオファーしたのはやっぱり女性らしさというか女性の力強さっていうか、そういう部分に関して、もうこれ女歌だから、中曽根さんはすごくそこに対してのこうなんだろうな表現力と、歌唱力も全て含めて、曲にすごい説得力を持たせてくれる人だなと思って、一つだけ不安だったのが一つだけ不安だったのが、はい、全詞僕書いたから、基本的にラップしか書けなかったから、そこだけ大丈夫かなっていうのが不安はあったんですけど、でもやっぱり素晴らしい、パーフェクトだったよパーフェクトだった、女歌を書くことは結構あるんですけど、ただ本当に女性の人に歌ってもらうことはないから、自分でしか歌ってこなかったから、いやでも、すごく深い曲に いい曲になったと思います、はい、ね、なんか本当にこんなに2人の声が合うなんて思わなかったんで、ね、それはそう思った。いや私本当になんかこの私の逆に力強さが邪魔するんじゃないかみたいなことばっか思ってたんで、大丈夫かなって思ってたんですけど、これが本当にうまくね、合わさって、なんか私もこういう系統のなんかジャンルの音楽いけるんだっていう自信にもなりましたし、なんかまた別のものもやってみたいなっていうふうに思いました。ぜひぜひ、もうちょっとこの R&B っぽいというかブラックな感じのでもなんかいけんじゃないかなもう次回やりましょうめちゃくちゃ女性目線だったからまずこれにびっくりというか、男性が書いた女性の歌ではなくて、女性が書いた詩だなっていう感覚で私は見ることができたんですよ。だからそこにまずこの歌詞の能力というか素晴らしいなってまず思って、この方の書く世界観とかで、私がまた書きそうにないところの方から入ってくる、なんだろうな、なんだろう、主人公も見えつつ、若干後ろからこう冷静に見てる人もいるみたいな、すごくなんか説明しなくても分かりやすい歌詞というかなのを使ってたので、それもまたちょっとすごいなと思って、でも実際に歌うのは2人じゃないですか、2人が同じ1人の人間を歌うっていうことで、私がやっぱ強く出すぎるとなんかこの一人の人間のことを歌ってるのに、いろんな人間が出てきちゃうのがまずいなと思って、それをちょっとまた合わせたりするのが、どういう風に やればいいかなって思ったんですけど、これもまたうまくいったので、それもまたやっぱ合うなここ落としてどころにしようってでもそんなに深く考えて歌ってたんだね。はい、それは分からなかった。あ、そうですか。女歌はすごく俺好きで、そうなんだ。男性が書く女歌が昔から超好きで、長渕剛さんの純恋歌、それをなんかラップで、ヒルクライムでも何曲かやってるんだけど、今回はまあその未練がありつつもその男性にしっかりとけじめをつけて進んでいくっていう女性の、強い部分とかをしっかり書きたいなと思って、書いて、でまあそれを中曽根さんに、さらにこう説得力を持たせてもらったというか、あとヒルクライムにとってもものすごい新しい、試みだったので、本当にいい化学反応というか、こんなにも合うんだっていうのは正直感じたので、すごい、いい詩が書けたなと思ってます、はい。